どうせ買えないから関係ないんだけど、NSX の生産終了が発表されました。初代 NSX は何度か見たことがあるけど、結局2代目 NSX は一度も実車を見たことがありません。トヨタの LFA や三岡のオロチですら街中で見たことがあるのに、NSX はよっぽど希少なんでしょうか。フラッグシップスポーツカーは量産するもんじゃないので良いんですけど。ちなみに、LFA の NAV10 は爆音で良い音してました。NSX の V6 ターボはまた違ったサウンドなんでしょうね。3D モデルの作成にはブレンダーを使いました。タミヤのプラモデルを参考にエンジンも簡単に再現してみました。合ってるのかどうかわかりませんが流体シミュレーションをやってみました。時速 200km/h です。3D プリンターでデータをプリントしてみました。暑い夏が終わり、これから寒くなってくるとプリントの失敗が増えてきます。今回は問題なくプリントできました。UV LED ランプで二次硬化したら色が黄色に変色しました。タイマーを忘れて時間が長くなりすぎました。ボディカラーはメタリックレッドにしてみました。以前組んだタミヤの NSX で使ったのと同じ塗料です。エンジンの塗装をしました。ブレーキディスクの塗装をしました。キャリパーを赤で塗りました。シートを赤で塗りました。ちなみにシートは前回作った初代 NSX の 3D データをそのまま流用しました。車種ごとに違うシートを作るのは面倒なので、今後このシートを流用していくかもしれません。ホイールをマスキングしてシルバーで塗りました。ナンバープレートのデカールを貼りました。ちなみにこれはコロラド州のナンバーです。20年前に自分で車検を通した時にもらったナンバーです。
ヘッドライトを塗りました。はみ出した塗料は拭き取りました。タイヤを接着剤で取り付けました。接着剤が硬化するまでしばらく放置しました。最後にテールランプを塗りました。完成しました。エンジンもざっくりと雰囲気だけ再現しました。後ろの NSX はタミヤの24分の1です。左の白は NSX コンセプトです。モンスタートラックのシャシーにボディを乗せてみました。ご視聴ありがとうございました。